匂わせ、タッキーにファンがぶっ飛び、考察も、平野志要らの、過去発言で裏付け、濃厚、ジャニーズとの全面抗争へ。滝沢秀明氏、41、の新会社、戸部が、7月7日に行うという公式 YouTube 制配信に注目が集まっている。合流発表は、平野神宮寺。インパクトをアズ、ず、ファン考察合戦、戸部は7月2日にも公式 YouTube 制配信で、元 V6 の三宅県。 44が所属することを発表したばかり。当日は三宅の誕生日だったこともあり、配信前から三宅にまつわる発表ではないかとファンは期待していた。また配信前に滝沢氏は自身のツイッターで、かつて三宅と組んでいたユニット、KEN、タキーにちなんで、ケンタッキーと思われるチキンの画像を投稿したり、配信の告知に三宅の愛用しているバングルを映り込ませるなど、数々の匂わせを振りまいていた。 それらはすべて三宅の正式合流発表で答え合わせがなされている。滝沢氏のさらなる動きについて話すのは男性アイドル史編集者だ。滝沢さんは三宅さんと共にツイッターのスペースで7月7日の夜7時にも YouTube で生配信を行うことを告知しました。とべ、公式ツイッターではその YouTube 性配信のリンクとサムネ画像を添えた予告が投稿されています。 サムネ画像には椅子が2脚映り込んでおり、それにも憶測が飛び交っています。また滝沢さんも、トべの予告を引用リツイートし、シャーシャー、TOBE Continued, 02、とコメント。これらのことから、2組のファンがそれぞれ考察合戦を繰り広げているようです。滝沢氏との合流をファンから待ち望まれている1組目は、5月22日にキング、プリンス、以下、キンプリを脱退し、 ジャニーズ事務所を退所したばかりの平野志二26、と神宮寺雄太、25、だ。週刊女性プライムは7日に平野、神宮寺が公式発表と報じたが、ファンの間では考察合戦がやむ気配がない。彼らのファンは椅子が2人分であることに加え、滝沢氏がツイートした、シャー、シャーがペルシャ語で王の意味を持つことも見つけ出し、ツイッター上で、シャーシャーって王、キングが2人ってこと、シャアシャアって、 ジングヒラ、ジングウジと平野しかないでしょ。とは来たっている。そして、滝沢氏との合流を期待されている2組目は、ジャニーズ時代に滝沢氏が命名するほど目をかけていた、インパクトワーズだ。ジャニーズジュニア内の7人組ユニットだったが、5月25日に全員でジャニーズ事務所を退所。彼らについてはグループ名を変えて、滝沢氏プロデュースのもと、すでに新曲のレコーディングまで行ったとも報じられている。 そして、YouTube 制配信が7月7日夜7時であることと、インパクトワーズが7人組であることにかけて、彼らのファンはツイッター上で、7月7日7時だしインパク、インパクトワーズの略称の可能性の方が高いし、椅子2つだって、生配信が2回目だからかもだし、椅子が2つ、NO インパクか、いや7人でどうにか座れねえかな、とこちらも滝沢氏から放たれるヒントを元に期待を募らせている。 平野さん、神宮寺さんファンは滝沢さんのシャアをペルシャ語の王、キングと読み解いているようですが、滝沢さんは三宅さんの遺跡発表の予告でも、シャア、t-o-b-e-c-o-n-t-i-n-u-e-b-01 とツイートしていたので、それは深読みかもしれません。笑い。ただ、7月7日については、7人組のインパクトワーズというよりは、平野さんと神宮寺さんに関連していそうです。21年の、ロン ノーウェブで金プリとしてインタビューを受けた際、平野さん、神宮寺さん、そして同じく元金プリで秋にジャニーズを退所予定の岸優太さん、27、は、キングプリンスデイを作るとしたら7月7日だと話していました。王冠の上のギザギザの部分が7と反転した7に見えると岸さんが提案し、平野さんと神宮寺さんも同意していましたね。全室男性アイドル史編集者団、以下、 ノン、ノーウェブより引用。へ、え、い、ー、や、今回のテーマ、アニバーサリーにちなんで、キング、プリンスデーを作るとしたら、キシ、7月7日でいいですか神宮寺、なぜに7月なのか騎コンフと思ったんだけど、王冠って、よく見ると上のギザギザ部分の両側が7と反転した7に見えるんだよ。神宮寺、だとして、その日に何かあるのキシ、いや、だから王冠に見えるっていうことで、キング、 アンド、プリンスで、神宮寺、ああ、確かにそうかもしれないね。平野、絶対そうだよ。いずれにしても発表のタイミングの違いだけで、三宅に続き平野、神宮寺、元インパクトワーズの7人が滝沢市と合流する可能性はかなり高い。となると、ジャニーズ事務所との全面抗争は避けられそうにない。ひとまず、7月7日の棚形に織姫と彦星がごとくファンと再会できるのは果たしてどちらか。 エンタメ確認。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。